この物語はフィクションです。物語の中に登場する人物、団体名、地名、建物名などは架空のもので、実在のものとは一切関係ありません。Thank you.
そこの石につまずいた拍子に草履の鼻緒が切れてしまいまして。すみません、ではお言葉に甘えまして。お上手ですわ。本当に助かりました。ありがとうございます。はい、それでは。
しょうか。ケンジ様ですか？ええ、お住まいですが。少しお待ちください。今、家の者に聞いてまいりますので。ケンジ様はただいまご不在です。はい、本町の会社の方にいらっしゃると思います。ええ、そうですけど。
お待ちください。賢治お兄様のお知り合いだそうで。まあ、賢治お兄様はもうすぐお戻りになりますわ。中でお待ちになってください。ええ、もちろんです。せっかくお兄様のご友人の方がいらしたのに、そのままお返ししては申し訳ございませんわ。シノ、応接間にご案内して。はい、マリコお嬢様。こちらです。どうぞ、お荷物を。法律の本。尾崎さんは弁護士でいらっしゃるのかしら。あら、私をご存知でありませんか？そうですか。私は賢治お兄様から親友のあなたのことは聞かされていましたから。それでお名前を存じているのですわ。そうでなければいくら友人と語ったところでこの部屋までお通しいたしません。
さあ、どうでしょう。マリコです。桂マリコ。この家の女主人とでも言ったところかしら。マリコお嬢様、お茶をお持ちいたしました。賢者お兄様にご友人が訪ねてこられるなんて初めてですから、私もびっくりしてしまいましたわ。あら、ごめんなさい、勘違いさせてしまったかしら。私妹ではございませんわ。賢者お兄、おじさまの兄、喜一郎の娘ですの。賢者おじさまは年もあまり離れてらっしゃらないから、小さい頃から兄のように思えてしまって、それでついお兄さまとお呼びしてしまうのです。失礼しました。もしよろしければ、賢者お兄さまとその一緒にやった悪い話というのを聞かせていただけません？
健二お兄様のお話でしたらきっと面白いと思いますわ。わあ、ケンジお兄様、お帰りなさい。珍しいお客様がいらしてますわよ。もちろん構いませんわ。Thank you.
私は気にしておりません。健丈兄様、お話をお続けになってください。
山形美沙夫さんは賢治お兄様と婚約なさったんです。別に隠すようなことではありませんでしょう。山形のご夫婦が殺害されたあの事件の数ヶ月前、賢治お兄様と美沙夫さんは父喜一郎の紹介で婚約したのです。でも紹介した父も美沙夫さんのご両親もあのようなことになってしまって、お泊まりになられればよかったのに。やはりお気を悪くなさいましたか。
先ほどはどうも。またお会いしましたね。珍しいこともあるものですわ。そうね。でも良い町ですわ。私の第二のふるさとみたいなもの。私のふるさとはもっと北の、冬になれば雪に閉ざされて一歩も外に出ることができないような、そんなところでしたから。ここは雪が降っても美しく感じます。今年の雪も、あら、私ったらお引き止めしてしまって。旅？そうなのですの？私はてっきり地元の方だとばかり。この町の風景と馴染んでらっしゃるというか。ごめんなさい、たわいのないこと言ってしまって。まあ、それで道理で自然に感じるはずですわ。ご帰省ですか？町も人も生き物ですからね。それでは私はこの辺で。お引き止めしてごめんなさい。宿屋ですか？確か本町通りに一軒あったと思います。安いかどうかは分かりかねますが、気の良いご婦人がご主人をなさっていたと。
尾崎さん。楽しいです。あ、はい、その退屈しませんし、なんというかそのとにかく面白いです。マリコお嬢様好きメイドなので、お嬢様の身の回りの世話が多いです。あ、もちろんお屋敷の掃除や洗濯もします。はい、ご婚約のお話ですか？私も詳しくは知らないのですが、賢治様がご婚約なさった話を知ったのは、旦那様喜一郎様がお亡くなりになった後でした。
その婚約者の方とお別れになったという話を耳にしたんです。さあ、私のような使用人には詳しくお話などされませんから。叱られてしまいますので。尾崎さん、いえ、お話ができてとても嬉しかったです。お願いすれば安くしてくれるのでは。どうしてちゃんとお話にならなかったの、健二お兄さま。
お兄様のご親友で、昔は一緒になっていたずらをした間柄だと。本当に尾崎さんのことが好きでいらっしゃるのね。尾崎さんと三沢さんってどんなご関係なの？兄弟って。でも、お二人は本当のご兄弟じゃないのでしょう？妹が欲しかったのですか？本当にそう思ってくださるのであれば、嬉しいですわ。
でもその関係をなぜ断ち切ってまでお兄様と婚約を？私にも分かりませんわ。直前まで頑なに婚約は断り続けていたお兄様が突然あのお話を受けになって。一体何があったのですか？